よく宇野昌磨選手とかがやってるんですけど、昔ザギトワ選手がオリンピックとかで全部を後半に入れて1個目のジャンプ終わりました、右足を着用します、ループのように振り切って左足で降ります。なんか細かく言うと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 回飛んでるみたいな感じです。呼ばれるものは出来栄え点というものなので、まあ元々のトリプルアクセルとかダブルアクセルとか回転数によって違うんですけど、基礎点というものがあります。でそこに綺麗に飛びましたって言ったりすると、この GOE でプラス出来栄え点としてプラスがついたり、まあ、例えば失敗しちゃったとか着氷が乱れたとかするとこの出来栄え点でマイナスされるので、基礎点からこの出来栄え点が引かれていったりプラスされていったりするわけです。まあ、コンビネーションジャンプっていうのは連続で飛ぶジャンプのことです。コンビネーションなので、左回転の人は右足が軸で右足で着氷するということで、右足が軸で飛べるジャンプじゃないとコンビネーションとして使えないです。なのでだいたい2つ目、コンビネーションの2つ目につけられるジャンプというのはループとトーループだけなんです。例えばサルコー飛んだ後にコンビネーションジャンプつけるとしたら、サルコートーループがサルコーループになるわけです。で、ちなみに私が得意だったのはトリプルサルコーダブルループダブルループの3連続ジャンプだったりとか、トリプルトーループトリプルトーループとか、降りてきた足のそのままで踏み切るジャンプだけがコンビネーションと使えるわけです。ただジャンプシークエンスというものがあるんですよ。着氷したままの足でそのまま踏み切っていく場合はコンビネーションジャンプで、着氷した後反対の足に一歩踏み替えた場合ジャンプシークエンスになります。今まで基礎点 80% とされていたんですけど、今シーズンからそこが 100% になったので、かなりフリープログラムとかでサルコーアクセルとかフリップアクセル、アクセルをコンビネーションとして使ってくる選手が今シーズンはかなり多くなりました。今まではここしかコンビネーションで使えなかったので 100% で、そうすると3連続ジャンプも、まあ、サルコートーループループとかループトーループとかっていうこのコンビネーション、このどっちかの組み合わせしかなかったんですけど、ルッツアクセルアクセルとかでも大丈夫なんです。そうするとアクセルが2回分 100% 入るので、かなり普通のサルコーループループとかよりも基礎点、全体の基礎点が高くなるんですよね。基本的にジャンプシークエンスに使えるものはアクセルかサルコーです。またここもすごい難しい話になってくるんですけど、シングルオイラーっていうのが出てくるんですよ。シングルオイラーっていうのはハーフループって昔は呼んでたんですけど、まあ1個目のジャンプ右足で着氷するじゃないですか、ループのように振り切って左足で降ります。そうすると何ができるかっていうと、フリップかサルコがつけられるんですよ、左足の踏み切りに入ってくる。なのでよく宇野昌磨選手とかがやってるんですけど、トリプルアクセル、そのシングルオイラーをやった後トリプルフリップ、この、ジャンプシークエンスかなり点数が高いですね。この基礎点は高くなってくるので、そういう組み合わせで飛んでくる人もいます。ショートはトリプルジャンプ、これ何でも大丈夫です。で2つ目コンビネーションジャンプ、まあトリプルプラストリプルでもいいしダブルでもいい、ただどっちかは必ず3回転を回らなきゃいけない。例えばこっちがタイミング合わなくて2回転になってしまったら、2個目にこのコンビネーションつけるときは必ず3回転出ないとシニアはここが全部点数がなくなってしまいます。で3つ目必ず2回転以上のアクセルを入れなきゃいけない、これがシニアのショートのルールになってきます。2回転以上のアクセル、トリプルアクセルでもいいですし、で
回転でアクセルを跳ぶのと、あとはコンビネーションジャンプ、どっちかがトリプルでなきゃいけない、もしくは、両方トリプルでもいいし4回転でも OK ですっていうのと、もう一つ3回転以上のジャンプ、単発のジャンプを入れる、これがショートの構成になります。フリーはね、ジャンプが7つあって、シニアの場合は7つジャンプがあって、まあ、これは実は1回転でも OK なんです、フリーの場合は。まあ、ただ点数は低いですよっていう話なので、まあ、例えばジャンプのタイミングが合わなくて1回転になったとしてしまっても、1回転としての基礎点はフリーは入ってきます。ショートの場合は規定の回転数を切ってしまうと、もうジャンプ飛んでませんって言って点数に入んなくなってしまうんですけど、フリーの場合はその心配はないです。この7つのジャンプのうち3つコンビネーションを跳ぶことができます。コンビネーション OK、 この3つのコンビネーションの中のどれか1つだけ、どれか1つだけは3連続ジャンプにすることができます。はい、あとのジャンプは単発で跳ばなきゃいけないですね。コンビネーションが跳べるのはこの7つの中の3つだけで、プラスこの3つの中の1つだけ3回3連続ジャンプができるっていうわけです。だから細かく言うと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 回飛んでるみたいな感じです。コンビネーションも加えていくと、その 1,2,3 も前半の 1,2,3 って決まってるんですか？いや、ここはどこに入れていくかはそれこそ戦略です。あ、で、後半のこのショートで言うと、もうここはもう自由ですよ。ここの並べ方は自由ですけど、全部後半のジャンプは1個だけ後半として点数が高くなります。ショートの場合はこの3つの中の1個を後半に入れることで、点数が高くなります。フリーの場合は7つのうち3つは後半と呼ばれる秒数のところに入れると点数が高くなります。ただ、例えばここで後半の秒数になったとしても、この4番目に飛んだ子は入りません。後半として見なしてもらえない。昔ザギトワ選手がオリンピックとかで全部を後半に入れてかなり高得点を獲得したっていうのがあるんですけど、その時はそれで OK だったんです。ただ今は後半と見なしてもらえるジャンプの数がもう決まってしまいました。なので全部後半で飛んだとしても後半の3つしか後半とならないです。難しい。どうですか皆さん、分かりました？なんとなくかな微妙？